こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。済んだもんなのだ。今回はちょっと前から気になってたけど、時間が解けそうで手が出せなかった神ゲー、ハクスラキングダムをやっていきたいと思います。とりあえずこのゲームもやりたいことの3割に入ってそうだな。それは置いといて、完全にニッチ枠ですね。多分ショネタ、裏技がないからただの攻略動画になりそうなのだ。ほらほら始まりましたよ、画面見て。ギルバードのおっさんの元で働けというゲームですか？何を聞いていたのでしょうか。わちゃわちゃ系のゲームであることが見てわかりますね。何回俺が知るとかでこんな、最初からこんなキャラ使えるならいいんだろう。あれなんか、5秒は普通下にあるなんて。なんだって。マジで何も聞いてないのか。進めていったら、このような神々の遊びができるよってことですね。ああ、それに何もいいかい。ワクワクしててもこれは中途にありなので、読み上げのスピードを変えてみるという中途にありをクリアしました。このドレッシュ戦でも何でもない先まで全部当たったおりしなよって。乗り換えコール、この速度のテンプレートだからですね。テクストの実績にも、動きじゃない時の掛け合いは僕の方が使いやすいのだ。私の需要が薄まっていく。はい、なんかクリアです。なんてこと言うんだこのおっさん。ポータルダンジョンかな？多分それ配信してるごくわずかの人でもギリ伝わらないぞ。ターミナルシティにやってきました。ここを本拠地に活動していくようです。このおっさん、なんかうさんくさいからあんまり信用できないぜ。そんなこと言わない。お前はとりあえず野田をつけろ。何回かにも話しかけろって吹き出しがありますね。でも話しかけません。村人はかわいそう。うさんくさい領主の館だ。ここで全てのユニットの永続強化ができたり、最大人数を増やせたりするのだ。なんだよ最後の服って。絶対後に敵サイドに回ってくるやつに思えるぜ。ファーストステージ、ゴブリンの縄張り編始まるよ。なるほど、ポータルを見つけて先に進めばいいんだな。この時編集中のうつ主は思った。全ての敵を倒せと書いていないことに。つまりポータル見つけ次第飛び込んじゃっていい感じだな。良いアイデアなのだ。そしてラスターでもまあまあ派手なスキルを打っているので面白い。こっちアンダスラッシュって感じだな。左下の倍速ボタンに時間制限ついてるけど、それは課金コンテンツの匂いが。広告見るだけで使えるらしいぞ。やばい。クリアなのだ。帰ってきました。ターミナルシティ街と広いんだな。次は冒険者を雇っていきます。これ、なるべくコイン貯めてからの方が良いということに後で気づきます。最初は人集まるまである程度はしゃあなしだぜ。0.1% って星3引かせる気ないのだ。そのうち確率ドカッと上がるだろ。ここで課金コンテンツの登場。知らないアイテムばっかりだな。便利機能はスタッフがしっかりと3つとも買いました。よかったですね、作者様。何をぼーっとしているんだ、ウプ主。多分今頃買うか迷ってたのでしょう。かわいいなのだ。この絵を見てやる気に火がついたようです。単純すぎる。自分がそんな感じな性格なのは理解しているので、次は飲み込まれないぞ。どうした急にエコーなんかかけて。てか今のも配信来てない人には全く伝わらんでしょ。気になって夜も眠れないそこの君たちへ、夜の配信に行ってください。実績解除、エコーをかける。マジでうちのチャンネルこの程度のことで俺すげえとか思ってるから。ちゃんと編集の勉強をしてくださいなのだ。何をしている。編成の仕方に手こずっていました。経験値を使用してキャラのレベルアップができます。うっ、仕事。このゲームはキャラを入れるだけで仕事してくれるらしいぞ。助かる。放置ゲーが始まってしまう。
さてゴブリン組長の討伐に取り掛かりますが、先に言っておく。このゲーム相当周回しないと次進めないぞ。何台しか来ないでしょ。なのだ。だからゴビしっかりして。自動操作だと全部の敵倒さないと次進まないらしいですね。まあ最初のステージなので、あと1回くらい潜り直せば、それはどうかな。すでに体力半分削れてるけど。砲弾見えてるんだからヤバかったら帰ればいいな。一体何年まであるんだ。4ステージで終わりやすいぞ。あ、ゲームの女の子か。ゲームオーバーだな。いや、アイテム失われるのかよ。わかりません。広告を見れば取り戻せるらしい。やればやるほど楽しめる。あ、ローグウィズデッドだ。ぜひうちのチャンネルのローグウィズデッド動画も見てくれだぜ。大宣伝なのだ。いや、ワンタップで買えるんかい。アーティファクトとかあるのか。ログウィズと一緒だ。そういえば1000万エイクチャレンジはどうなってる。最近ツイッターに投稿されてないが、開けたら箱数がマイナスになったので記録取ってません。逃げるな、卑怯者なのだ。そのうち戻ります。なんか装備があったりなかったりするのでつけれるとこだけつけてます。アビリティを解放しました。特定のレベルごとに解放されるのだ。レベル上限とか大事そうだな。ではリベンジだぜ。降ります。また同じところでやられてるぞ。なんか組長まで行くこともできないので、闘技場に行きます。敵を全て倒したエースが狙えるみたい。さっき言ってたやつだね。
所は1スロットしかないらしい。次はダンジョンへ向かいます。一体しかキャラいないぞ。さすがにまずいので、2体いる水属性ダンジョンへ。行くしかないだろ。敵は強いのか？そうでもないみたい。F1 って書いてある感じ、何層もある感じだな。おでかい箱。帰ります。キャーかわいい。仲間になるのかな。鍛冶屋では装備を分解してくれるらしいです。このスラックで装備を強化します。ここでやっとまとめて雇用した方が良いことに気づきます。違いました。編集してる時に見るとすごくもったいない。星2の可愛い子ちゃんが出ましたね。裏で4体まで入れられるようになってます。これで戦力爆上がりだ。
ボスバトルです。投げ恥完成になります。おー、いけたな。最後に指名ユニットについて、選んだ3体のうちどれか1体がもらえるシステムです。強力だから当時は全部もらえると思って真剣に星3選んじゃってるんだぜ。どれがいいかな、なのだ。全部非属性で固めたな。みそちゃん、一体しか出ないのかよの顔をするなだぜ。こいつ強欲すぎるのだ。ということで今回のハクスラキングダムはここまでです。次回動画が投稿されるかはこの動画の影響次第です。半分くらい爆弾入ってたけどな。それは仕方ないとして、ここまでのご視聴、ありがとう。ございました、なのだ。全部にエコーつければいいわけでもないぞ。あっ、チャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。